ジョージ・ランズベリー、1938年、ジョージ・ランズベリーは、イギリスの政治家、社会主義者、キリスト教的な平和主義者で新聞の編集者だった。1910年から1912年までと1922年から1940年まで、イギリスの下院議員で、1932年から1935年まで、労働党党首を務めた。特に、 ロンドンのイーストエンドに労働者階級のための社会正義と改善生活と雇用条件のために戦う活動家でもあった。ジョージ・ランズベリーは1859年2月21日、イングランドのサフォーク州のローストフトとハルスワースの町の間にある税金徴収所で生まれた。父さジョージ・ランズベリーは当時イギリスの東部一帯にわたる鉄道建設に雇われた。 移民の労働者だった。家族は当時一時的にそこに住んでいて、鉄道建設が終わるとすぐに引っ越しした。母アンナ・ランズベリーはウェールズの出身で若くして嫁いできた。両親はどちらもかなりの大酒のみだった。この事実を指摘しているジョージ・ランズベリーの義理の息子と電気作家は、これが彼の生涯にわたる禁酒に影響を及ぼしているものと推測している。 ランズベリーの母方の祖母と母は二人とも信仰上は非国教徒であった。つまり厳格な安息日、厳守主義者で政治的には求心主義に加担していた。ジョージは早くから政治に関心を持たされ新聞を1ページ1ページ読むように指導された。ランズベリーは正式には田舎の一教室しかない学校で教育を受けたことになっているが、 家族と共に長く一箇所に泊まったことはなかった。家族が自分たちの故郷と呼ぶ街の中にはシデナム、グリーンウィッチもあった。1968年の末にランズベリー一家はロンドン東部のベスナルグリーンに引っ越し、またすぐ続けてホワイトチャペルに引っ越した。ランズベリーの最初の政治との関わりは1886年に入党した自由党とのそれである。 彼は1886年の総選挙でホワイトチャペル地区におけるサミュエル・モンタギューの選挙運動員を務めた。その後、1889年には自由党の候補者としてロンドン市議会の選挙に立候補したゼーンコブデンの活動員もしている。当時ランズベリーは一日八時間労働の問題を緊急性を要するものと考えていたが、1889年の 全国自由同盟総会での支援を得るのに失敗し、次第に自由党に幻滅を抱くようになっていく。彼は、ヘンリー・ファインドマンの社会民主同盟と接触を持つようになり、1889年の有名なロンドン港ワンストライキの支援で、結成されたばかりの全国労働者組合と手をつなぐ。ランズベリーは1892年に自由党を離党し、友人たちと共に、 社会民主同盟のボートブロムリー支部を立ち上げる。彼は組織の重要人物となり、1890年代には SDF の議会候補として二度選挙に立候補している。その後、1903年頃には独立労働党に参加するため SDF を離れる。1910年、ボートブロムリー地区の代表としてイギリス会員の議員となる。前任者の保守派の議員が引退し、 リベラル派が自分たちの候補を押そうとしたためである。2年後、婦人参政しかしこの賭けに失敗し、10年間にわたり、会員に戻ることは叶わなかった。婦人の参政権獲得のための支援を継続しながら、ランツベリーは1913年の暴動に関与し、ペントンビル刑務所に収監される。収監中にハンガーストライキを決行、猫とネズミ法により一時釈放される。 議会では、うつなというパンフレットで軍の兵士たちに、軍内部でのストライキを訴えかけた著者を擁護した。ランズベリーは1912年、社会主義者の新聞、デイリー・ヘラルドの総監を援助した。第一次世界大戦勃発前に編集長になり、戦争反対の論人を張り、戦争勃発に至っては新聞に、戦争は地獄だという見出しを掲げた。1922年、 ヘラルドは資金がどうにもならないほどに底をつき、ランズベリーは新聞を労働組合会議と労働党に譲った。1905年、ランズベリーは、いわゆるハットンポプラ、エセックス州のハットンに近くになるロンドンのポプラ自治区の貧しい子供たちのために、最初の訓練施設、二次的な子供たちのホームのモデル施設を解消させるために奔走した。ロンドン切手の貧困地区、 ポプラ自治区の区長として、ランズベーリーは、1921年には、ポプラ税評価一期の指揮を取った。政府やロンドン軍評議会を相手取っただけでなく、自身の党の指導者たちをも相手にしたのである。区の評議会は、集めた税金の長、6人の女性を含む30人の区の評議会議員が、最高裁によって6週間の金庫刑の判決を受けた。この間の評議会は、 ブリックストン刑務所の中で開かれた。これは政府が彼らの習慣に不快感を募らせ、LCC が最高裁に囚人たちの釈放を依頼するまで続いた。税評価の見直しという目的は達成され、ランズベリーは1922年の総選挙でボートブロムリー地区の昔の議席を奪い返して会員に返り咲いた。1925年から1927年の間、 ランズベリーは、ランズベリー労働集法を編纂した。これは、エレン・ウィルキンソンや、レイモンド・ボストゲートのコラムやレジナルド・ブニルの絵のある雑誌である。労働党の中でのランズベリーの立ち位置は大きくなり、1927年から1928年までの期間、議会内の労働党の議長に選出された。1929年には、ラムゼー・マクドナルドのも 二度目の労働党内閣で労働第一長官に就任した。この権限において彼は数多くの公共建築の建設を推進し、サー・アッペンタインコの大きな野外プールや、これらの公共事業はランツベリーの名声を高め、良い仕事、第一長官のあだ名を与えられた。彼は1929年に数密顧問官に任じられ、修正、閣下の故障を許された。 2年後、内閣は退陣を余儀なくされる。マクドナルドは、イギリス挙国一致政府を作るため、労働党との関係を断ち切り、党は1931年の総選挙で敗北した。党の新しいリーダー、アーサー・ヘンダーソンとその脇を固める幹部は皆、敗北を喫した。ランズベリーが唯一の例外で、彼が1931年に、議会労働党の議長になった。 それに続く数年の間にヘンダーソンは党をめぐる至るところで影響力を失い、ランズベリーがその後継者になった。1933年6月のフルハム東地区の選挙でナチスドイツの再武装とそれに引き続き起きた国際連盟からの脱退が選挙の争点となった。ランズベリーは長くキリスト教的平和主義者でもあったので、党首としての立場で、 有権者たちに次のようなメッセージを送った。私は、すべての新兵募集所を閉鎖し、イギリス陸軍を解散し、イギリス空軍をなくしてしまいたいと思う。私は戦争のまつわるすべての忌まわしいものを消し去ってしまいたいのです。そして、世界に向かって、何時、いまわしものよと叫びたいのです。銀色の打ち張りのある傘を持って、悪天候の下で、同志ランズベリー。 ありがたいことに信頼できるボルシェビキの友人のおかげで雨は私には一滴も当たらないようだ。やかましくなく鳥はデイリー・ヘラルドから取ってきたものである。1920年9月22日の雑誌パンチから取ってこられた封じ漫画おそらくソビエト連邦が独立労働党に対して多額の資金を提供したという疑惑に基づいたもの。ランズベリーは デイリー・ヘラルドの創業者である。平和主義者としてのランズベーリーは、自分が率いている党の外交政策と次第に違和感を抱き、機会あるごとに、党首の辞任を申し出るが、議会の同僚たちはそれを説得して思いとどまらせた。これは他に指導者の器となる人物がいなかったためだけではない。しかし、1935年には、その不一致は、ますます深刻で、 しかも公然のものとなる。労働党内の多くの人々、特にアーネスト・ベビンに率いられた労働組合派は、アビシニアを攻撃したイタリアに対する制裁措置に賛同するよう等に迫った。ランズベリーは基本的にはこれに不賛成であった。労働党の党大会までの数週間の間に、ランズベリーの地位はかなりの弱体化に陥った。ここに至って、 貴族院の労働党指導者であったアーサー・ポンソンビート各方面からランツベリーの政治的後継者と目されていた労働党の論客で重要人物の一人でもあったスタフォード・クリップスの二人が彼らも制裁に反対だったのだが自分たちがその日の主要な政治課題に不賛成の立場を取ったら党を指導していくのはもはや困難になるだろうということでその職を辞した ランズベリーは未だ党内では絶大な人気を博していたとはいえ、人は彼の指導力がどうやって持ちこたえられるかと懸念した。党大会では議員たちが壇上に並んだ。外交政策についての議論の中で、アーネスト・ベビンがランズベリーに攻撃を仕掛けた。投票で惨敗し、ランズベリーは党首の座を降りる決心をした。その直後に招集された。 労働党の会員議員の集まりで、彼の退陣は不詳不詳ながら受け入れられた。一部には継続して支持するという議員もいた。というのも多くの議員は、ランズベリー退陣となると、次の党首が、ベビン同様労働組合派に強く傾斜している、アーサー・グリーンウッドになると予想したためである。会員議員の間での投票では、38対7で、ランズベリーの辞意は不承認となった。しかし、 ランズベリーが辞職に固執した。ことここに至って後継者を選ばなくてはならないことになり、グリーンウッドの名は上がらず、党は満場一致でクレメントアトリーを選出した。ランズベリーはノーマー王運動の議長を務めた。1936年から1940年まで国際反戦運動の議長、1937年から1940年には、 平和制約ユニオンの会長も務めた。ランズベリーは、イギリスのスペイン内戦に対する政治姿勢を批判し、スペインの平和主義者、ホセブロッカとも手をつないで活動した。第二次世界大戦を食い止めようと彼は、国際的な朝廷のための大使として、アドルフ・ヒトラー、ベニート・ムッソリーニなどヨーロッパの主要な政治指導者の元を回った。アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトの元も、 訪問している。ランズベリーは1940年5月7日に北ロンドンのマナーハウス病院においてガンで亡くなった。81歳だった。ジョージ・ランズベリーは学校時代の友人エリザベス・ジェーン・ブリンと1880年に結婚した。二人は12人の子を持ち、その中にはエドガー・ランズベリー、デイジー・ランズベリーなどがいる。ジョージ・ランズベリーはミニー・ランズベリー、 ベリファスト生まれの女優モイナ・マクギル、そして歴史家で、小説家のレイモンド・ポスト・ゲートの岐阜にもあたる。また、女優アンジェラ・ランズベリー、プロデューサーのエドガー・ランズベリーとブルース・ランズベリー、アニメーターで、操り人形を使いオリバー・ランズベリーの祖父になる。ジョージ・ランズベリーは、タワー・ハムレット地区のボーロード39番地に住んでいた。ここは、ランズベリーの死から数ヶ月後に、 ドイツの爆撃で破壊された。その後、この場所には、コンクリートのアパートが建ち、壁にランズベリーの名と記念のプレートがはめ込まれている。アパートの外、ボーロードとハーレーグローブの角地に、石のランズベリーの記念碑が建っていて、そこには、民衆の偉大なる下僕という言葉が刻まれている。ジョージ・ランズベリーの名前と記憶は、東ロンドンのランズベリーエイテートと、 ランズベリー庭園に残されている。ロンドンと彼が生まれたサフォーク州のハルスワースには多くの通りに彼の名が付けられている。先術のようにロンドンのハイドパークのサーペンタイン湖にはランズベリーのリドがある。ABC レーモンド・ポストゲイトザ・ライフ・オブ・ジョージ・ランズベリーロンドンロンモンズグリーン &CO、1951ピコグラム 3AB ポストゲート、ザ・ライフ・オブ・ジョージ・ランズベリー、PP3 から4、ABC、ポストゲート、ザ・ライフ・オブ・ジョージ・ランズベリー、ピコグラム4、ポストゲート、ザ・ライフ・オブ・ジョージ・ランズベリー、ピコグラム6、ナショナル・アリクイブス、444、1721、233014、デイリー・エクスプレス8、オクトーバー1935、ページ1コラム5、ありがとうございます。